はい、どうもこんにちは、山猿です。はい、ちょっと動画に入る前にですね、口内炎ができちゃいましたですね。ここら辺、ベロの奥の方って言ってるから、多分ね、痛み的にここら辺なんですけど、めっちゃ痛くてあんま喋れないんで、ちょっと滑舌ね、いつもひどいんですけど、よりひどくなっちゃうかもしれないですけど、よろしくお願いします。はい、というわけで、周年フェスですね、こちらの交換まだやってないんでね、最後やっていこうかなと思います。とりあえず1個これね交換して、残り4650でしょ。まあコレクションとペットは個人的にはまあ別にいいかなっていう感じなんで、まあこっち、まあ、ピースかけらか、まあクリスタルなんですけど、とりあえず僕クリスタルでいいかな。あ、クリスタルをじゃあ4つ交換して、で1個これ交換して150でしょ。150の60、90、120、ジャストにはならないか。あ、150にはなるか、一応。じゃあ、これと、で、あとは、どうしよっかな。まあ、ペットかな。よし。おう、じゃあ、いい感じに、引き換えできましたね。OK。じゃあ、これにて、僕の周年イベントは、終了ということで。ありがとうございました。周年が終わりまして、続きまして、コラボですね。はい、コラボなんですけど、昨日かな、はい、ギルドメンバーたちにね、亀がやべえと、会長亀がやべえと言われましてですね、そんなにやばいんですかって今いろいろ質問したんですよ。何がどうでこうでああでみたいな感じで、まあいろいろ質問したんですけど、やっぱ亀がやばいらしいですね。でもエイプリルっていうのもなんかやばいらしい。まあけどこいつはまあまあ、うん、とりあえずっていう感じで、もう亀がとりあえずやべえと。で、まあ一応ね、ゲットはして、3と4にはしてる状態なんですね。はい。で、ラファエロに関しては、まあその、ルーレットをやってれば一応まあ、頑張ればいい感じに覚醒までいけるらしいんですけど、こっちに関してはね、課金をしなければ、覚醒までいけないということなんで、まあ、とりあえず課金します。僕ね、周年フェスがね、始まる前あたりはね、あんま課金しなかったんですよ。なんかジェムも結構20万ジェムぐらい持ったんで、まあできるだけね、ジェムで補えるところは補って、あんまりお金は使わないようにしてたんで、うん。まあここで一気に解放しようかなという感じで、はい。まあただ、まあ、一気にね、今日全部課金するかって言ったらそういうわけではなくてね、まあ、せっかくね、このミッションの任意額1回チャージっていうのがね、毎日デイリーでありますので、まあ、少しずつね、課金して、最終的には、まあ、多分全部課金するかな、わかんないんですけど、このピザが、ソーセージピザですね、ソーセージピザが売ってるところはもしかしたら全部買っちゃうかもしれない。はい。で、全部、このピザのところ全部買うと、74,800円になりますね。はい。74,800円っていうことですと、僕がですね、まあ、とある動画でね、一躍、ちょっと有名になったって言ったら、過言になってしまうのかわかんないですけども、無限プレゼントボックス課金するっていう動画ですね。はい、あれでまあ、ちょっとあれで多分有名になったかな、僕はわかんないけど。まあ、あれ以来ですね、7万超えは。まああれはね、その日に7万超えちゃったんですけど、まあこれはまあその日ではないんですけど、まあ7万。まあ一つのね、イベントに対して、一気に7万円課金。合計か。合計7万円課金するっていうのはもうそれ以降は、2回目ですね、これで。まあとりあえず、1万5000円買います。僕がいるところの地域がですね、雷がえぐくてですね、さっき停電したんですよ。うえーい。いいね。どうしよう。いやでもやっぱ久しぶりにね、高額の課金するってなっちゃうとね、ちょっと、あれですね。来るものがありますね。あんましないんでね。まあ、3万以上は行っちゃうとね、僕もさすがにね、抵抗があるんで。うん。まあ、ごめんなさい。一旦これで。とりあえず今日はこれで勘弁して。1万5000円ですね。まあ、合計いくらまで課金するかはわかんないですけど、まあ、とりあえずこれで、ちょっと強化しようかなと思います。はい。はい。ああ、一応これで星5まで行くんだね。なるほど。あ、100なんだね。はあ。
まあ一応ギルドメンバーの方に教えてもらったんですけど、最低ライン、こいつらを強化するにあたっての最低ラインが、このレオナルドってのが最低覚醒2って言ってですね、でこっちが覚醒4は欲しいみたいな感じで言ってたんで、うん、まあ最低ラインは行きたいなーという感じで、も最低ラインまで行ったらさ、行けるとこまで行った方が良くねって僕は思ってしまうんですよね。どうなんでしょうか。でもそれをやってしまうとお金がなくなってしまう。そう、僕は別にお金持ちでも何でもないので、お金持ちでも何でもないやつが7万円課金するかよって言われたらそれまでなんですけど。まあ、とりあえず、待って、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょ。どうしようかな。どうしようかな。課金するか迷うな。どうしようかな。いや。行きます。3万円分行きます。やってしまったくー !3 万だよ !3 万久々やなー !1 日で3万は久しぶりやーほんまに。で、これで、星6まで行っちゃうよ。はい。これで、はい、最大級で、はい、覚醒があって、あいや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 。で、なんかね、教えてもらったんですけど、なんかね、覚醒コアが、こいつらって、なんか、どこまで行っても1個しか消費されないらしいんですよ。じゃ、ちょっとやってみるか。えい。ああ、ほんとだ。次も1だ。へえ。あ、じゃあ一応最低ラインはもうちょっとでいけるんだ。はあ。これ以上の課金は、まあ、まだね、2数あるんで、ちょっと検討でいきたいと思います。とりあえず、OK です。ありがとうございました。じゃ、ルーレット、引いていきましょうかね。239枚もあるんでね。これさ、マジでコインしか出なくない？えぐいぐらいコインしか来ないんですけど、これ。うん。やばい。2、3のコインばっか来るんだよね。まあ、多分、確率は相当高くなってると思うんですけど、まあ、5来てくれればまあまあいいやって感じなんですけど、2がね、このコイン2がね、きついのよね。あ、これでかいね。こうチーズ、まあ、もしくは、このマイクみたいなやつが来てくれると嬉しいんですけど、うん、コインばっかなんだよね。これね、本当に。よしよしよし、いいよ。とりあえず今、3万ともう一個ね、パックね、安いやつ買ったんで、3万1500円とかかな、わかんないけど。これ以上の課金はね、なかなか厳しいな、っていう感じ。まあ、とりあえず最低ラインまで行け、まあ、いいね。で、この上のやつ、この上のこの累計のこのやつ、回した回数のやつがマックス1600かな ?1600 まで行くらしいんですけど、1600まで行くのに、約16万ジェムくらいかかりますよっていう風に言われて、僕ね、もう10万ジェムしかないのよ。だから行けないんだよね、マックスまで。まあ、マックスまで行く気はあんまないんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、なんか、結構、この2匹の亀がえぐいらしいんで、ちょっと今回は頑張ろうかな。で、次来るイベントね、もう普通に来るけど、明日からまた変な別のなんか押し出し式のイベントが来るんですけど、もう一回そこのもう一回が2連チャンできた。このもう一回がいっぱい来てくれると、まあ、16万ジェムよりかは少なくなるんですけど、まあちょっとね、なんとも言えないんでね。まあできればピザいっぱい来てほしいね、本当に。この白いピザがちょっといっぱい来てくんないとちょっと困るっていうか、本当に。きつい。いろいろきつい。うん、きつい。いろいろきついね。あー、ピザ欲しかったね。こう、押し出し式のやつはね、嫌いじゃないんだけどね。別に好きでもないんですよね、次のイベントね。なんで僕はもう次の、もう今回はコラボに全振りして、次来る、普通のイベントは、あんまりやらないようにしようかなと。まあまあ、ある程度、その、まあ、ガチャとかは引いたりするかもしれないですけど、課金とかね、ジェム交換とかは、しないようにしようかなと思ってますんで。まあ、今回はね、いやもうほんとマジで50、もう僕のギルドのね、あの、トップ勢もね、みんなもう、亀ちゃん、お亀ちゃんですよ、本当に。亀をもう、えぐいぐらいね、やってるらしいんで、
まあ、なんかそういう話、なんか、すごいスコアなんか伸びるよとか、なんかどうですか会長とか言われたらさ、やりたくなっちゃうやん。ねえ、もう本当に。口がうめんな、みんな。まあ、せっかくね、ダダサバイバーね、頑張ってるんで、うん、いよいよ。今まで、今までね、課金してこなかった分をここで一気にバッて使う感じなんでね。いいよ、もう一回。まあ、あんまり、まあ、痛いけど、痛いけど、まあまあいいでしょうって感じ。いいね、マイク。うわっ、なかなか調子いいんじゃないか。うわ、なかなか調子いいんじゃないの。あれ？どうした？おうおうおう。長。普通にやると長。さあ残り8枚。いや長かったマジで、ずっと妄想してた。あ、終わった。はい、というわけで、443まで行きましたね。なるほど。あ、これ覚醒2までいけるやん。ちょっとやってみこう。ちょっとやってみよう。はい。あ、使用はしないんだけど。はい。ああ、じゃあ一応、覚醒2まで来たね。ああ、じゃあ課金しなくていっかな。どうしよっかな。まあまあまあ、とりあえず一旦課金ストップしようかな。ああ、まあまあ、そうだよね。そうなんですよね。そこなんですよね。ちなみに、交換、43。むちゃ増えた。じゃあ、これ交換して、で、エイプリルもちょっと交換しちゃいます。ああ、オッケーオッケー、いい感じ、いい感じ。で、1319枚、結構増えたね。まあ、ちょっとここら辺はまだ交換せずにおこうかなと思いますね。あ、ほんとはこれ65とかになってるわ。はあ。まあ、一旦今日の動画はこれで、3万円課金しましたっていう感じの動画ですね。で、3万円で、まあ、この43まで増えましたね。まあまあ、もともと持ってたのがあったんで、まあ、43増えたわけじゃないですけど、まあ、そんぐらい増えましたって感じですね。うん、まあ、あと、何日 ?1、2、3、4、5、あと 6? 6日ぐらいあるんでね。まあ、できる限りね、頑張って、ランク上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それじゃあ